なぐものをデューンと言ってみようデューデューさあさあ始まりましたどうもどうも皆さんどうもね本当にどうもどうもはいいっぱいなんか階段を上がってきておりますけれどもどうも私デューンなぐもですそしてこの方一枚羽織るものが欲しい季節になったんじゃないのヒカルサンライズですお願いします早くない まだ暑くないいや、もう欲しいよ。本当まあ確かにね、ちょっと、まあ過ごしやすくはなってきたけど。そうだよ。もうエアコン消してね、夜網戸にして寝たらね、もうこの通り鼻声よもうあの、合ってないじゃん。あの、もう、あれに、調整能力が。ちゃんとね、季節の変わり目というやつにね、そうだね。破壊されたね。うん。確かに。 接の変わり目が一番危ないですからね。はい、私たちは芸人をやっております。はい。どうもどうも。はい。お元気ですか皆さんね。そうですか。この収録がね、まあ9月ね、なんか久しぶりな感じがするけど。あそう。はい。夏休みどうでしたか。夏休みはね、ああ冒険だったね。冒険だ。一言で言えば、うん。一夏の冒険。の。少年から大人に。 変わる、はい、大きな大きな冒険があったね思春期じゃない時にね、うん、<laughs> そう何したのうもうクワガタやカブトムシでははしゃがなくなったね、うん、そうだねちっちゃい頃じゃないから <laughs> じゃあその、えー、光るサンライズ30歳初めての夏、はい、何しましたか まあ、ちょっとね、言葉にはしがたいね。<laughs> こいつ何もしてねえな。<laughs> こいつ、一夏、寝て過ごしてる可能性あるな、暑くて家で。いや、とてもとても語り尽くせる、うん、大きな大きな、うん、長い長い、うん、偉大な物語だったね。ねいや、もう家に居すぎて、もうやることなさすぎて、時間が長く感じてただけだな。<laughs> おい。 本当、一瞬のように感じた夏でした。思い出も何もないの。ひかるさんライスです。本当にマジか。そうか。いや、あるよ、あるよ。思い出くらい。だって人間が生きてたんだもん。うん。それあるばな。何もない方が不自然だ。うん。逆にね。うんなんか、コンビニ行って。うん。おおこれ、あ桃のアイス出たんだ。これ、桃味出たんだ。そうだね。アイス出たね。 とか歩いてたら全然見えないけどパーンと聞こえて、うん、ああどっかで花火大会やってるんだとか、うん、あ洗濯物よく乾くな今日 <laughs> お前コンビニしか行ってねえな <laughs> えー、本当にコンビニしか行ってないじゃんもうと <laughs> かかな夏の思い出はなるほどねそうかそれが冒険と呼ぶんだ <laughs> 冒険よ。そうか。でもあれか、実家には夏前に帰ってた帰ってる帰ってる。そうだね。そうそう。そこでね、まあ普通に話すけど、僕、人生初の話したっけな、渓流釣りに。おお、聞いてない。そう、連れてってもらってる。そう、友達にね、釣りが得意な。で、えおぉって言って、川の魚美味しいしさ。うん。それこそ先週、二郎ちゃん、鮎の話してたじゃない。ねえ、それで、その、 鮎、釣れるから。ええ。行ったの、行ったの。鮎ってさ、だって餌じゃないんじゃ。餌ものか友釣りって。いう方法もあるし、あとも普通に。餌でもいいし。あいつ、餌でも釣れる。ルアーでもいいんだって。意外と結構なんでも。何でやったの。で、その、用意してくれたんだけど、餌が一番いいと。そうそう、川釣りっていうのは、やっぱり、その。 自生してる魚がはい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 が一番いいからんかその釣り場の近くで取れる虫虫が一番かかるんだってへえなるほどねそうそうてるのかなうそ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 う大きな桃そう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 そおばあさんそう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  ししか不信があるけどな、普通は。怖くて。いいんだよ、昔話の話は。そうそう。で、天気もちょっとあんま良くないから、行って急いで行こうって言って、友達と二人で行って。で、あのね、意外といないのよ。近くに虫が。 へえ。そうそう。いそうなイメージあるじゃん。うん、ある。意外といなくて、虫探すのだけでも30分、40分。ああ、なるほど。虫を現地調達して、それを餌にしてなんだ。そうそうそう。あなるほどね。俺、魚釣り行ったのに虫探してるよ、こいつって思っちゃった。うそうそう。魚釣りの一個前の過程を。あ、なるほどね。そうそう。でね、本当に草分けてもいないし、地面、石とかしたミミズとかもいないし、意外と見つかんないんだなって思って。 残念だなって。けど、まあ、見つけないとなと思って、思ってたの。うん、そしたら、目の前に、バッタがぴょんって飛び出してきて、はいはい、これは神の、もう授けたものだっ、はい、うわバッタだーってなって、うんうん、で友達が、うん、バッタはめちゃくちゃいいよって,って、えー、そうそう。で、ちょっと弱らせてるから、って言って、パーンって踏んづけたの、軽くね。そうそう。そしたら、その瞬間に、大雨がザー <laughs> <って S 2> えー、守り神だったたの何ったって言って 2>, <ー>2人で車戻って帰ってきたえー、何にもしてないじゃんや釣りできなかったねえー、<う>バッタかわいそう、うん、バッタも踏まれ損だよ、うん、ただただかわいそうなだけだねうんすごいあれね山のたたりって呼んでる僕はえー、そうかバッタがね 何もできてないえそうなんだ楽しみだった釣りのイベントもねたたりで流れちゃったしねそうかそういうもんなんだねでもまあそれいいらしいよえその餌をね捕まえてねでねその川の中で僕は釣り行けてないけどその川がバーって太く流れてるじゃないのどこに一番魚がいるでしょうクイズはい 1, 1,、はい、1> え流れが緩やかなところ2岩場の下、はい、3こう滝みたいになってるこうジョボジョボジョボってなってるとこの下うん、うん、4、えー、木の下。 うんうん、さあ一体どこに100は ?100。100教えて100は ?100 出すのか <laughs>、えー、?5。えー、マナーの悪いバーベキューの人が置いていった。大体 <laughs> 4までの中にあるじゃん。<laughs> 当たり前やろ。えー、<laughs> 誰が選択肢100も出す何百えーえー、4、だっけ <laughs> ?4 枚や木の下。木の下木の下木陰の下。 あなるほどねいやでもうんああいやそうか一番ね一番ねまあ流れが速いとかないのよそれは分かってる意外といや意外とうんない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 岩場の下まあ岩場の下岩場の下にはいるよいるいる全然一番いるのねだから針をピッて投げるうん木陰にもいるよ木陰の岩場の下だよ <laughs> いやその合体なし合体なしの岩場の組み合わせなし 1>, うん、うん、1から4まで上げたでしょ1緩やかなところ2岩場の下3、えー、滝みたいなのの下うん、うん、4木、えー、陰の下はい、はい、滝の下にもいるよなま魚、あま、っていうのはまた大体どこにでもおるけどその中でもどこに一番いるでしょうってクイズね。 あー、釣るならね。釣るならでいいはい。に岩場の下です。岩場の下はい。岩場の下。ファイナルアーサーでいいもう一回考えさせてください。いいよ。そんな時間食うクイズじゃないよ、これもう。ええ、でも岩場の下だともう岩場、俺もめっちゃ潜って撮ってたから。ああ、はいはい。岩場の下です。これは間違いないですので、正解は聞かなくて大丈夫です。はい。 <laughs> 正解は4です !4?4 番、木陰の下です。えぇ、ー、はい。なんで暑いのかあうーんとね、暑いからじゃないんだよ。これちゃんと理由があって、うん、あの木陰の下ってことは木の下じゃない。はいはいはいで。虫って木からポロポロって落ちてくるから、なるほどはい。 魚からしたら、はい、そこが一番ご飯食べれる場所なん、ね、なるほどねそうそうあ確かにそうかだから一番は一番いいのはこう木がこうバサーって出てくる、うん、の下にピッて投げるのが一番釣れるんだへ、ね、えー、確かにそう言われると納得するな、はい、悔しいなええー、不正解なので罰、はい、ゲームえっ何、えー

<laughs> <laughs> はい、今週も、デューンといってみよう、スタートはい、スカイウェーブフェムの「クエセローザスタジオ」より公開収録をしております、映画館です、皆さん見に来てください、いっぱいいろんな楽しそうなのをやっております。はい この番組では、えー、皆さんのメッセージリクエストなど何でも募集しております。ダメ出し募集しております。はい、メールアドレスは info.892fm.com info.892fm.com ファッ fax.043-441-5592 です、はい。番組名のじゅと言ってみを入れて送ってください。僕の SNS に直接、えー、DM 送っていただいて構いません。インスタとかやっております。はーい。 あとなんでしたっけ。<laughs> <laughs> ああ前回放送の YouTube もやっておりますのでそちらもご覧になっていただければと思います。はいはい終わりです。終わったー。はい終わりです。大事なところ、ね、大事なところね。えそういうさ、ディーンはさ、うんえ、夏は何してたの？夏ね今回のね夏はね、二千二十四年の夏は、はい、冒険してました。お前もか。<laughs> お前もカディン43歳夏 <laughs>、はい、冒険しましたよ。君も冒険してたはい。冒険しました。えー、いや。でも本当にね。うん、何だろう？何したかな？そう。でも海に行こうと思ったけど、海に行けず、うん、うん。山に行こうと思ったけど、山に行けずうん。うんお とどこにも行けず。前もなんもしてないやん。なんもしてねえじゃん。でもね実家に帰りました。<laughs> <あー S 2> 前回とかの放送でも言ったと思うけど。新潟のね。そうあの新潟のえお祭り本当の地元のお祭りがあって、まあちっちゃいんだけど結構頑張ってこう舞台とか立てたりとかそのえっと地区の人たちがこう焼きそば焼いたりたこ焼き焼いたりとか結構ちゃんと頑張ってるところで、そうそこに出演の させていただきましああそうだそうだ先週か先々週あたりに今度呼ばれていくんだよねって話をしてたねそう,で,そうでねあの何するんですかって司会かななんて思ってたら30分ままるるうん。 おーっと30分ねそうでまあ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 じゃあ何やろうかななんて考えて、うん、行ってこうやってまいりましたうん,、うん、なんか楽しかったですえ何したの30分持ち時間30分,30分そうネタ3本やってもまだハマるよ まだ余る、うん、そんなね3分ネタぐらいしかないやったことないんだからもともとね、うん、ネタはじゃあ,あと20分あるよそうそうもう全部客じりですよ <laughs> <laughs> 客維持客維持する、ね、うんやばいまあお客さんと、まあ、イベントみたいな感じで、うん、のやつでやるようななんていうんですかお客さんにもこう問いかけたりそう問いかけたりするもう,もうすぐそこに座ってるから中学生とかえそう とかかかの感じでこ,うこれ分かる人いますかみたいなのとかでこうやったりとか、うん、そうそうなんかあと何だろうなんか盛り上げ、うん、なんか前説みたいな感じで、うん、わーってこうなん時にはこう叫んでくださいとか「うん、お祭り最高!」って叫びましょうみたいなのをやったりとかうそうそうでなんかこう私こう実は超能力が使えるんですって言ってなんかこうやってみたりとか、はい、本当に使うんだそう使えます超能力をはい使えます<ー>はい にスプーン負けたりしたのそういやまあそういうネタね面白のやつをこうやってここではできないから何ともできないけど、うん、そうやったりして、うん、で自分のネタもちょっとやって。 まあ僕のものまねのやつをやったりとかしてそうやってなんとかえ15分つないで、うん、はいもうやることが全部なくなりました<ー>正直者だね。何しますかってなんか何のことを話そうかなって言ったらなんか一番前の中学生が「ドーナツ」って言ったの。ドドーーナナツツみみたたいいなな何って んいやドーナツの話ねえけど、じゃあドーナツで謎かけしますっつって。そう。で、謎かけして、謎かけしてて。じゃあ、と、のいましたって全然整ってないのに。うん。<laughs> お前、白紙しそうだな, <laughs> な<ん>。<laughs> そう、整のいましたって言って、で、まだ全然浮かばなくて、うん。ドーナツとかけまして、うーん、うん、つって、うーんと、えー、っと、つって、

ラジオ収録中の前代未聞だと思うんですけど、あの、鼻水が垂れてきてしまいまして。なんかティッシュでさ、外で。鼻を買わせていただけませんでしょうか。外に行って。中で行けるえ、お食事中の皆さん。うん。いや、音聞かせなくていい。5秒だけミュートして。SMSR じゃないんだから。そう、ほんとにね、はい。うん、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 うん。 オッケー <laughs> いいよその気の利くやつ音,気の音姫しなくていいよの鼻髪の、うん、そう <laughs> すごい今優しいスッとティッシュ渡してくれた,くれたやつこのねすごい、うん、あの優しさあふれるシーンが YouTube で流れないのが残念でそうだね<ら>そ映像がね流れないのか そうもう本当にこっちは喋りながら気になってしょうがなくてその鼻水が垂れてるのがピカピカしてたでしょうう本当にどうしようと思って僕恥ずかしいよって思いながら謎かけの話早く終われよマジでいい話をしてるつもりなのにって何かどちらも鼻が大事でしょうだよ終われ早くって思ったひどいよごめんごめんじゃあちゃんと鼻をかんでください歌の方いきますスイッチで全力少年 ューンと言ってみようあのー、だからこのなんていうのそのお祭りを呼んでもらって地元に帰ったわけですわはいだから久しぶりに2年ぶりぐらいに実家帰ったのああそうそうそう、ね、仕事のそうそうそう、うん、お仕事の時にまあまあねこうありがたいことに交通費もいただいて、うん、実家に帰らしてもらって、うん、そうそうそうで初めてあの新幹線のチケットなくしたんだけどおい ね、どううしようもないねあれそうだねそうそうあ,<ー>あれ悲しかったなって思って思って、えーうん、なんか今全然その話しようと思ってなかったんだけどそうそれでさまあまあまあ親とかもさもうね年を取ったななんて思ってねやってきましたけどなんか年を取ってさな、うんかあのなんか。あのーなんか キュウリが食べづらくなったって。なんで？<laughs> なんかねキュウリ食べづらいらしいよ。年取ると、うん。ええー、なん、なん、顎の力みたいな。なんか歯なのか顎なのかわかんないけど、そのいつもなんかバリバリ食ってたキュウリが、うん、もう食べづらい。 っいやもっとあると思うけどな、ねうん、年取ったなキュウリが最初に出てくるのうん何か何だってでも本当に言ってたなんかうちのおばあちゃんも亡くなったおばあちゃんもなんかキュウリ食べづらそうだなと思ってたんだってね親父も母ちゃんも <laughs> いやもっとなんかおせんべいとかさ、うん、なんかそういうのからじゃないんだ、うん、違うキュウリがいやいやもうおせんべいはもうそれはもうだめっぽいなって自分でも思うじゃない、うん、多分ねでもキュウリキュウリが食べづらそうだなって思ってたんだって <laughs> したらなんか自分もその年になってきたらもうキュウリが食べづらいなって、うん、だから年取るとキュウリは食べづらくなります <laughs> 今のうちに食べておいてくださいキュウリからじゃないと思うけどな、うん、僕はな <laughs> そうキュウリからじゃないよからじゃないけど、うん、そうそうそう年取ったなって感じたことはそれだったらしいです <laughs>、うん、そうそうそうは歯はあるの歯はある歯はあるのに、うん、キュウリ食べそう食べづらくなったね だから意味を理解はできなないいよ僕分かかってだら俺も70超えたらそれ実感するあこのことかとキュウリが食べづらくなる家系の人だそう遺伝です遺伝で遺伝で70くらいからキュウリがキュウリなんて夏いくらでもできるんだから家で畑もやってるからさ美味しいしね夏に食べるキュウリねそうでんかほら久しぶりの人たちともねたまに会って飲んだりとかしてさそう でなんかずっとタバコも捨てた人がさ「タバコ吸わなくなったんですか?」って言ったら「うん、うん、吸わなくなったんだよタバコやめたの、まあ、お金もかかるしね」って言って「うんうん、ああそうなんですか」って言って「まあ、お金をかけてねタバコを捨てたのばからしいじゃない」みたいな、うんうん、だからねそのお金をな,なんたバコやめてお金がちょっと浮いた分、うん、何かに当ててるんですかって聞いたら最近はあの薬をいっぱい買ってるから。 あのトントンって <laughs> <え> <laughs> いきなりタバコから薬に変わったんだと思った <laughs> そうみんなね僕の周りはそんな年になってきておりますじいちゃんばあちゃんだねうんいやそんなことないのよそんなことないけどもう、うん、4十もう3だからまあ四十まあその人は先輩だったらら45ぐらいの人はねやっぱそうなのよへえそうタバコやめるってなんかうん 確かにちょっと一つ切り替わりのタイミングだカするねそうそうそううんそうで病院行ったんじゃないそしたらんかこの薬を毎日飲んでくださいって言われてって言われて薬代がかかるって言ってたはじゃあタバコ吸ってたかマシだよでタバコやめたから薬代じゃねてプラス薬代だからタバコ代プラス余計お金かかっちゃうからねそうなんでねまあ自分も年取っていくんだななんて思ってますよ本当にうん 僕もタバコ吸うけどさ自分に言い聞かせてるのがあって例えばよお酒飲むじゃない飲みながら枝豆頼むとするじゃない枝豆は300円ぐらいでするのつまみじゃないでもタバコって1本20円ぐらいじゃんい大体箱で1本で割って1本20円ぐらいじゃない円のつまみだと思えば そのすごくコスパがいいと、うん、お酒のあてにしては、うん、だから僕はタバコをやめないって自分に言い聞かしてるうんあんまり共感されんなされないだろ <laughs> <laughs> 全然されないや全然僕は酒を飲みながら生豆を食うやつ、うん、刺身を食うやつに比べて僕の方が安いって思ってるからタバコをやめてない、うん、ああもうねその もうお金うんぬんで、もうお金の物差しでしか生きられない人間なんてもう切ない。<laughs> 本当に切なお金より大切なものっていっぱいあるから。まあ嗜好品とは言うけどさ。そうだ、枝豆。この時期の枝豆が美味しいな。ここの、ここの地域で食べた枝豆美味しかったな。うん、そういうもんじゃない。そういうもんか。そういうもんだよ。そんなのもうお金出しても買えないもの。 タバコ農家の人が、うんうん、この時期やったタバコはうまいなとかもあるよ。お前タバコ農家やったことあんのか？<laughs> ないし。俺はあるぞ。あんの？あるあるある。えー？何全然ある。<何>ののタバコ農家のアルバイト。タバコの葉っぱを。葉え、そんな仕事あ？日本で？日本で。そうなの？いっぱいあるよ。 <え>も,うもうでもだからタバコがほらちょっとあんまりみたいになったからだいぶ減ってきたけどタバコの家、うん、全然あるえ日本で取れるんだタバコの葉っぱ日本で取れるよあそうなんだそうだよその地区のタバコが、えー、うちの地区はフロンティアだったかなああはいはいはいなんかもうそ,、うん、それがあるから結構それを頑張って吸おうみたいな感じだったりとか、うん、ああそうなんだそうですそうです全然あのコーヒー豆と一緒でうん なんかこう海外のものだと思ってたはず。違います。あ、そうなんだ。そうですよ、日本タバコですよ。J.T. ちょっとくすれたりした。しないしないしない。だってもう全然だって緑、青々した葉っぱを取ってで茶葉的な感じなの。そう、紐に紐っていうかあの紐ねにこうやって挟んでこう上に吊るして干すで取ってそれをつけるまでのバイトだから真夏。 まだ、そ夏休みに。りそう、乾燥させて。そうそう、それできたのが、これですとかも、分からず。まあ、そりゃそうや。そうそうそう。あ、そうなんだと思って。うん、そう、そうですよ、大変でしたよ。初めて知った、それは。へえ。タバコ、日本、国産のタバコがあるんだ。ね当たり前だろう。うん、ちょっと鼻かんだティッシュを机の上に置いて。すごく嫌だ。ごめん。はい。じゃあ、一旦ブレイクで。すお願いします。 スカイウェブ FM の京成ローザスタジオより公開収録をしておりますはい、はい、どうもどうもえタバコのさ、うん、なんかちょっと有名な、うん、あのコピペっていうか、はい、ジョーク知ってる知らないタバコを吸ってもよろしいですかうん。あどうぞ、えー、ところで一日に何本くらいお吸いになられるんですか、うん、これは喫煙者と非喫煙者はいはい ね。でまあ1日2箱ぐらいですかね喫煙年数はどれくらいですかって30年くらいですってなるほどあそこにベンツが車のベンツが止まってますけどもしあなたがタバコを吸わなければそのベンツ変えたんですよあああれ私のベンツですっていうこの知ってるこれ知らないそういう有名なジョークうん 知らない知らないそうそうタバコの分節約しましたって言っても結局普通に働いて稼いでるやつは偉いなっていうそうそう逸話なんだけどそれ何なの何のろうねた屋さんが出したのいやこれは多分インターネット上にあるジョークかなああそうそうその非喫煙者が

ちょっと分かんないさあよく聞かんやいやいやよくある話な気がするなと思ってそうそうあれ僕のですみたいなこれで思い出したけどさたまにさ家電屋さんとかでさこの家電製品結構しますけどみたいな考えてみてくださいこれ3万円ですけどあなたが1日1杯のコーヒーを あの我慢するだけではい、はい、1>, 1年間我慢するだけでこれ買えるんですようん、うん、って1年コーヒー我慢するだけでこんないいものが買えるんだからかどうぞどうぞ買ってくださいみたいなう、はい、ねあのちょっと1日ずつ分割に考えれば安くなるよみたいなね、はい、あれほんとせこくない、うん、すっごい思うわ、うん せこくないってやいやそんなこと言い出したら何でもそうじゃんってああまあねあなたがじゃあ一駅毎日歩けば200円浮くんだから次6000円ぐらい浮きますと6000円浮いたら何でもできますよこのなこのか今回のコースコース料理食べれますみたいなあなたが一駅毎日歩くだけでいいですよみたせこくない 騙そうとする気満々じゃないうん。なんかね、あのー、俺すっごい節約が嫌いなのよ。ああ<ー>。あのー、まあ、それはね、あの、環境のためとかそういうのは大事だと思うけど、はいはい。節約が嫌いなの。だから節約してるテレビとか、ま、めっちゃ嫌いだし、そう,ね、そういう話も全然嫌いなの。ええ、うん。だったら頑張ってあの、もっと稼ぎたいって思うから、うんうん そうそうそう。心まで、うん、貧乏になりたくない。なりたくない、全然。それだし、なんかいっぱいこう、うん、買い物をして、あのー、新しいものをこう買った方が、その、 えっと、例えば電化製品だったら、電化製品も発展するし。ね、みんな金が回るから。そう、経済が回る、いう、俺。気持ちで、あの一日一日、コーヒーを我慢して。あの、過ごしてます。リアルとして金がない。はい。現実として。はい。切ない。はい。そう。水道水を、ぺ、あの、水のペットボトルでこうやって入れて。持ち歩いてます。めちゃくちゃ切ない話だった。そうです。えっと、ラジオ、お聞きの方。はい。 30分ぐらいなら営業できるそうなので、はい、できます,きますいつでも読でぜひ呼んであげてください、はい、全然いきます、はい、<laughs> そうだよ現実問題金がないんだねそう,まあそういうもんだよね ペットボトルを買う喉がどうしても渇いた時はペットボトルの水を買ってそれを空の水のペットボトルも家に持って帰ってそれ水道水に入れるんだから <laughs> お茶のペットボトルじゃこいつ水入れてるじゃんって思うでしょだから俺は水のペットボトルを買ってますで <laughs> 水はバレんからなから透明でうん透明で味なんて屈性水道水だけどバレんからなケチなプライドだね <laughs> 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 なんか心,よ心からケチだね、うん、なんかそれ踏みとどまる方がケチな気がするうん、うん、そんなことないそんなことないすごい陳ケな感じする、うん、そ,うそ,うそれでベンツが買えるんだから <laughs>、うん、その生活そ<う>30年ぐらいしたらいい、うん、そう買える 多分なんかその日の缶中拝代とかに当てて終わりやん、うん、<laughs> 強いやつがいいよな <laughs> ストローで飲んで酔っ払いが早く酒が回った方がいいもんなお得だもんな <laughs> 炭酸もね強い方がね <laughs> そうそうクラクラくる、うん、じゃないのよ、うん、貧乏のライフハック話やん、うん、結局うん結局安い日本酒で一番酔えんだから <laughs> <laughs> ガブガブ飲んだよあえてそうそうあれあのパックの日本酒ってストローだよねストローストロー鬼殺しとかねねそう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 あれチューチュー吸えるようにしてるのは本当悪意があるよね悪善意なのだやっぱ酔うのかな酔うんだと思うよへえ捨てる間は酸欠になるわけじゃない体がそうそうだからこうあそうなんだ さすが、ねえー、にあれにはまだ手出したことないけどそうねまだちょっとち中は早いなうんそうだねワ,、うん、ワンカップとかね美味しいよねああはい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 最近とかねちょっと暖かくしたらねうんうんおいしいしうん、ね、美味しいあれはね飲むけどもうん、うんうん、そうそうです貧しいね貧しいお互い

ななんていうのかなそのかそ新潟に帰ったら食べたいものっていうのがあるじゃない<ー>例えば実家に帰ったらこれ食べたい、うん、これ食べたいとかあるでしょ<ー>俺もだから2年ぶりだからもう本当はもう毎日でも毎週でも食べたいものとかもあるんだけどそれがまあえっ、ー、とまあラーメンもね、うん、あるのよ新潟の、えー、生姜醤油ラーメン、うん、俺の好きなところもあって、うん、でもこ チだとやっぱち違うのよ。俺の中で全然味が、うん、そうだからまあしかも自分の好きなところがあるからあお店がねそう<ー>お店があるから行ってまあそれをまあ食べて、はい、うん でもね、なんかその日も二日酔いだったからさ、味がよくわかんなかったの。<laughs> その日も。うん。<laughs> その日も毎日二日酔いなんだから。<laughs> うん。わかんなくてさ、<laughs> こんな味だったかな、なんて思いながらね。味があんましねえなっ <laughs> と思いながらね。うん、そう。それまあ、食べて。うん。で、もう一軒のね、俺の好きなラーメン屋が。<laughs> はいはい。で、だから、それも。 まあまあそれはまあ別に何ラーメンとかでもないんだけどそれも食べに行って食べてと、うん、あとやっぱり何といってもあのへぎそばね、うん、そう新潟の十日町っていうとこだからそこが発祥のへぎそばがあってへぎそばっておそばがあってふのり海藻でつなぎを使った小麦じゃなくて、うん、それのへぎそばがまあまあ好きだから、うん、それも食べて、うんはい、そう。 あとは母親の料理だよね。ああ、いいね。そう、カレーね。ね。カレーとか。カレーね。そう、なんかあるんだけども、だからね、難しいのこのね、ローテーション組まなきゃいけない、2泊3日。あ、2泊3日しかないんだ。そう、2泊3日じゃんで、まあ、どうせ夜は飲みに行くんだから。 ってことは昼なわけよ、うん、昼か昼の3日間のうちにそれをいっぱい食べなきゃいけないわけじゃないラーメンと母親のご飯とそうそうそう,そう,そうだからじゃあ母ちゃんと母ちゃん、うんうん、じゃあカレーはいつにしようかと、うん、これも家族会議ですわな <laughs> うんそそう <laughs> でも今年何歳だっけ ?43 歳歳そうじゃあどうしようかとこうなるわけですわ、うん、母ちゃんとだからねえっ、ー、とお昼にまあもう やっっぱララーーメメン、ン、そば決まてるわけ夜はどうせ飲み行くから。ということでもう朝しかないわけですよ。朝カレーですわ。マー君だ。イチローだよ。イチローか。イチローと一緒。二郎はイチローと一緒。わかるもう朝カレー。朝カレー行こうと。でも、そのへぎそばもね、めちゃくちゃ食いたいじゃない。食いたいわけよ、へぎそばって。ラーメンはいいけど、へぎそばいっぱい食べたいから。 ね、あ見ないしなってそ,そう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 だからもうへぎそばいっぱい食べるためにカレーは少なくしなきゃいけないうん、うん、でもね、うん、カレー以外にも美味しいご飯もあるわけじゃない実家でそうだからね食べない俺はもう絶対に食べない、うん、でも朝飯だからちょっと食うみたいな、うん、ちょっと食うのちょっとの量がやっぱりもう一杯っ,ってこうなるわけじゃない <laughs> 美味しいなぁと思って。<laughs> 美味しいなぁ、これ。うん。これ、あの、今日朝取れたやつだぞ、なんてあ、うん、そうか。こう美味しいじゃない。うん、全部美味しいよね。結局ね、うん、お腹いっぱいなだってなる朝飯で。<laughs> うん、でも、だから、昼飯のへぎそばはね、だからちょっと、ひ、遅く、昼、昼にしなきゃいけないから。そうだね。ね 無意味に散歩してみたりとか、いい時間だなそうそう、無意味にね、お腹減らすためだけに。うん、そう一回温泉入ってみたりとか。うん、そう、そういうことをして。ししてね、そうそうそうん。で、なんか、お、なんかお、お、ちょっと減ってきたかもって言ったら、おい、スイカあるぞって、あ <laughs>、スイカかとか。実家だ。そう。なるわけよ。全部出てくるんだから。 で、じゃあ、お土産のね、なんか、あの、トウモロコシも有名だから、夏、この時期といえば。う,うん、うちの実家の方はトウモロコシが有名だから、うん、その、トウモロコシもね、買いに行ってくると。で、なんか、トウモロコシもね、朝買いに行かないと、もうなくなるのよ。もうすぐ売れちゃう。農家がこう、売ってるやつで、うん、その、掘ったて小屋におばあちゃんがいて、こう、 売ってるような感じのやつでもう午前中でなくなっちゃうからみたいなああでバーってっバイクでねバーって行ってあので3袋が見えたのよ俺にはね6本入り3袋がこう置いてあった6本入りすごいねそう「よっしゃっ」っつって「全部買い占めるぞ」っつってこう行くじゃない行ってバイク止めてこうやってこうやって言おうかなって思ったら車が2台来て。 買いに来たわけよ、はいね、もうそんなタイミングで来るんだみたいな、うん、だからもうえっとすいません、えー、ちなみに、えー、何本欲しいですかみたいな、うんね、俺もなんか買い占めようと思ってたけどなんか悪いじゃないそうだ、ね、何本欲しいですかあまああのまあ,あの自分の家の分があれば、うん、みたいなねうんな感じで、うん、言ってたからあ,あそうですかとまあまあそのぐらいいいかとねでもう一人の人は、うんうん いやできれば私はもうこれが欲しいみたいなことを言ってんの一番遅く来たくせに <laughs> まあ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 ああそうですかと全然俺全部買い占める権利あるんですけどねなんて思いながらね最初来たのは二郎ちゃんそうそうそうだ申し訳ないんですけどちょっと、えー、3本ぐらいもらってもいいですかみたいな感じの人にはね、うん、まあまあ全然,全然全然と思ったけど、うんうん、私私この袋の中で一番大きそうなこれがいいんですああ嫌な人ああちょっと嫌だなと思いながら うん、まあ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 どうぞどうぞみたいなね、うん、ナンバー見たらお前近くの人だよこ近所の人 <laughs> 近所の人がねあ明日来いって思ったよ俺もねそうそうだからまあまあいいですよどうぞどうぞっつってまあもうまあそうかねどうぞって買って帰りましたよ俺もね思ったよりも少なかったけどもみたいなうん。がさ あの、これもう売れ切れになったから、この試食のやつとか、いらないし、スイカもこれ余ったって捨てるだけなんだけど、みたいな。えー、そう。もうなんか農家っぽくさ、あの、なんていうの、もう、コンテナっていうの、なんか、うん、こう、カシャカシャってお、折りたためたりする。 ね、泥の感じの、うん、もうまだついてるやつとかにスイカとかが切ってあってバサッと置いてあるのよ。うん、切ってあってててあ置いのそそうそうもちろん試食だから <laughs> これどうぞよかったらみたいなやつ<ー>、うん、がいっぱいあるからこれ捨てるんだよねっつったから「うん、じゃあ頑張ります」って言ってガー あって食うだけやそれをだって捨てるんだよ <laughs> もったいないしさ <laughs>、ね、寂しそうだったら、ね、<う>ちょっとっそ,うそうそうそう,そうでとうもろこしもねいっぱいこうゆでてるやつがね3本分ぐらいあるわけよ、うん、でこれもね食いながらね、うんうん、これも持ってけばいいじゃないそんなん慌てて食べなくてみたいな、うん「じゃあこれ持って帰ります」うん「じゃあスイカですね」っつってスイカこあーって食うじゃない、うん、ね食って「あ」って言った後に俺そば行く予定だったの。<laughs> <laughs> やってしまったっつって <laughs> 企画外の <laughs>、はい、飲食で本当に田舎は楽しいですね <laughs> はいそのまとめ方 <laughs> はいったんブレイクですデューンと言ってみようネンディングです <laughs> ネンディングネンディングですありがとうありがとうございます <laughs> エンディングの時間です。いや、もう楽しい夏休みでしたわ。うん、なんか、なんかほっこりしたわ。さっきのお話も。そうなのよ。もう本当おばあちゃんがね。そう。なんか、これも、これ持ってかしちゃい持ってかしちゃいこれ、ほら、もう、なましを捨てるんだから。はい、持ってかしちゃいみたいな。そうよな。あ、いいやんかいみたいな。持ってっていいかい。やっぱ地元帰ると、出ちゃうんだね。こういうやが出ちゃう。うん、ありがとう。 ほっこりするような。無人販売とかってある。無人販売もあるけど。うん、でもいる人が。あ、そうなの。うん、多分ね、すぐ売れちゃうの、多分。ああ、なるほどね。朝どれの新鮮。そう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 。うん、だからもうすぐ終わっちゃう。朝どれ野菜が取れることって、やっぱあんまないもんね。この辺。うん、まあ、この辺はんじゃない、千葉はね。千葉。もちろんあると思うけど、まあ、もう東京にね。 ソマリンクシャッターからー。<laughs> <laughs> そうそうそう。まあね、そういうあれもないけど。うん、もうだからもう、だからいい実家なんてもすごい、もう毎日キュウリこんだけ取れたってどうしようもないし、ナスもこんだけ取れるよ、つって。うん、そうそう。結局、俺、あの、トウモロコシのお土産と一緒にナスもいっぱい。そんなにいっぱいいらない。うん。あの、小分けにナスを、えー、10個ずつ。 を、えー、袋に分けとけば、誰にあったって、誰に渡しちゃっていいんだから、って。そうそうそう。うんね、10個、10個ずつ、つって。10個あれば大丈夫だからっつっ、つこうやって。うん、オクラも、あの、何個か入れてあるから、つって、うん。それ渡せばいいから、つって。そう。めっちゃいいじゃん。えー、<う>今日持ってきて。ないよ。持ってこいよ。だいぶ前だよ、そ話くれよ。だいぶ前の話だよ。いらないだろ、あの本当に、うん、違う、でもね、だから、 俺だからあのー、帰る時に、まあ、いらないものとか実家に持って帰ろうかなっていうものをいっぱいあのゴロゴロにゴ、うん、ロゴロにの入れて持って帰るのよ。はいはい、で帰りはお土産がゴロゴロパンパンなの。なるほどね。空いた分でね。そうでもさそれってさ家に本当はすぐ帰りたいのに。うん それを配らなななきゃゃいいいけじしかも朝どれなんだからだ、ね、朝今日のうち,新鮮なうちにだからさこうわあと思ってこうやってあなんでだろうなと思って <laughs> このそこまで行ってこう「はいこれどうぞ」って言って「あーあー久しぶりです」って「どうぞ」っつって「どうぞ」っつってやって早くなくしたくなるわけこっちは <laughs> そんな思いで配んないよそうそうでも、まあ、また電車乗り継いで違う駅に行ってこれで「ああどうぞどうぞ」っつってそうだから なんか、あの、結局、実家から送ってもらった方が早いな。<laughs> そんな、だって交通費かかってんだから。<laughs> めっちゃ疲れて、ゴロゴロしながら。 両親の愛を無限にするディーンでした。大変だよ。はい。うん。でも実家にあるバイクがね、あの一発でかかってよかった。二年ぶり。もういいもういい。じゃじゃじゃ、それは言いたい。ありがとう僕の可愛いあの会社だから、それは素晴らしいなと思った。絶対かかんないと思ってたんだあそうだね。そうでもよかったです。はい、終わりますよ。はい。はい。え最後の歌は世界の終わりでスターライトパレードでございます。はい、また来週もこの後もぜひスカウエブ FM 聞いてください。はい。 はい、また来週水曜19時お会いしましょうお相手はデューンの久保と光るサンライズは来週もいるよありがとうございましたデューンといってみよう